皆さん、こんにちは。松下です。このユニットでは、李さんとマリーさんが餃子を作る様子を紹介しました。皆さんにとって餃子は主食でしょうか？それともおかずでしょうか？この点から文化の比較を始めましょう。日本で中華料理といってイメージするのは餃子、チャーハン、ラーメン、麻婆豆腐などです。実際には中国でこのような料理を毎日食べている人はいません。他にももっと美味しい料理がたくさんあります。同様に日本でも寿司や天ぷら、刺身などを毎日食べている人はいません。日本料理は量が少ないというのも、一般家庭で各自が食べる量を見れば誤解だということがわかります。お互いの国の食文化をもっと理解できたらいいですね。日本で餃子といえば、一般的には焼き餃子のことを指します。日本での餃子の位置づけはおかずです。ですから、餃子をおかずにしてご飯を食べるというのが普通です。中華料理店では、チャーハンと餃子のセット、ラーメンと餃子のセットなどがよく売れます。ラーメンとチャーハンと餃子のセットというのも珍しくありません。残ったラーメンのスープにご飯を入れて食べる人も少なくありません。中国の皆さんにとっては主食だらけのおかしな組み合わせだと感じるかもしれません。次に麻婆豆腐ですが、日本の麻婆豆腐の味は皆さんが想像する味と全く違うと思います。私が中国で初めて麻婆豆腐を食べた時、味の違いに驚きました。最大の違いは香辛料だと思います。次は味についてです。清淡的菜と言って、皆さんがイメージするのはどのような料理でしょうか。日本語ではあっさりやさっぱりという単語で表現します。日本でこのような料理は油を使わない料理であることがほとんどです。肉もあまり使わず、野菜や魚を中心とした和え物や煮物が中心です。最後に食事のマナーについて見ていきましょう。最も大切なマナーは楽しく食べることだと思います。日本では食事中に話をしてはいけないなどと書いてある本を見たことがありますが、それは大きな誤解です。食べ物が口に入った状態で話をしてはいけないというのが正解です。これは中国でも同じだと思います。みんなで楽しく会話をしながら食事をすると、もっと美味しく食べられますね。日本で食事をする際に注意しなければならないのは、魚の骨や貝殻などの食べかすをテーブルの上に直接置かないということです。お皿の端などにまとめておくのがマナーです。中国のスープと日本の汁物を比較します。
中国のスープはレンゲを使って飲みますが、和食で出てくる味噌汁や吸い物はお椀を手で持って直接飲みます。お椀は一般的に木でできていて、熱を伝えにくいようになっていますから、直接持っても熱くありません。中身はとても熱いことがありますから、やけどをしないように気をつけて飲んでください。日本でも中華料理を食べるときや洋風のスープを飲むときは、レンゲやスプーンを使います。長年にわたる海外での生活を通して、病気にならないためには現地の人と同じ料理を食べることが大切だということが分かりました。医食同源という言葉の通りだと思います。これから海外へ留学に行く人や海外で仕事をする人がますます増えると思います。いろいろな国や地域の食文化を理解して充実した海外生活を送ってください。それではまた会いましょう。相信自己，你能行。